こんにちは、ウコンの力です。ザワキメント一人。今までどうやったらホラー動画ビビらずに見れるのか、いろいろ試してきました。やっぱホラー動画って精神的なものだと思うんですよ。怖いって思っちゃうから、びっくりしちゃいそうって思っちゃうから、結局びっくりしちゃうわけです。だからもう結局メンタル面なんですよ。でメンタルを鍛えるためには何をすればいいのか、体を鍛えるんです。それで僕は一度筋トレした後にホラー動画見たらビビらないんじゃないのか、やりました。あっけなく失敗しました。それはもう筋トレだけやったってね、ダメなんですよ。体を鍛えれば心も鍛えられる、それは間違ってないと思います。でも筋トレじゃまだ足りない。じゃあどうすればいいのか、筋トレした後に冷水浴びて体を引き締めれば心も引き締まりますと、そういうことです。ダメだよダメだよ、マジで体に良くないよ。体に良くないのかは分かんないですけど、少なくとも僕は良くないと思います。これは正直筋トレは普通にやりたいので動画でやれば一石二鳥かなって感じなんですけど、まあ、冷水はもう打足でしかないですよね。冷水いらなすぎるんですよね、マジで。まあまあ5択ばっか並べてないで、とっとと鍛えていこうやって話や。俺は今日生まれ変わるリボーン中澤します。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー、交換筋トレチームでーす。まずは普通に筋トレやっていきます。今回は胸筋鍛えていくんですけど、メニューはもう僕がいつもやっているメニューやりたいと思います。まずはもうダンベルフライで、ダンベルフライでとことん胸筋を動かしまくった後に、最後追いつけ、追いつけじゃない、最後追い上げとして、追い上げめっちゃきつい腕立て伏せやりたいと思います。僕は筋トレするときは毎回上半身をはだけてるので、今回もはだけたいと思います。あー、はいどうも、バーチャル YouTuber の絆愛です。あ、愛ちゃんが出てしまった。はいどうも、ごめん愛ちゃん、僕は君とは一緒にいられない。はいどうも、なぜなら僕は君も脱がないといけないからだ。え、それは、はいどうも、ありがとう愛ちゃん。それでは脱ぎます。ごめん愛ちゃん。はいどうも、はいどうも、はー、愛ちゃんごめん。愛ちゃんを脱いでしまいました。僕はもうこの検証動画絶対成功させます。筋トレしていきます。よっしゃー。何をやってんの俺は。サンディエゴ。ダンベルフライの時はいつも音楽を流しながらやってるので、今日も音楽を流して頑張りたいと思います。波の上に乗り、波の上に乗り、波の上に乗る今、波の上、波の上に乗り、波の上に乗り、波の上に乗る今。なんかこのホヤ静粛性な。めっちゃ忘れてたんですけど、僕は基本的には筋トレ中は髪結んでやってます。はい、じゃあ今日は5分間大胸筋トレーニング一緒にやっていきましょう。めちゃめちゃきついです、腕立て伏せ。最後最後追い込んで盛大な胸筋を作っていきましょう。頑張って。とりあえず筋トレ終わったんで、次は冷水ですね。ここマジでうざいな。プロテイン飲んだら早速冷水食べていきます。これでもう僕は無敵超人人間です。はぐき。それでは早速冷水の方を浴びて体を引き締めたいと思います。あーもううぜー。いきます。3、2、1。俺兄ちゃんいなかった。覚悟決めよう、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 覚悟決めよう。どうしてもここが気になる。今のビンタで俺は目が覚めました。勢いだ勢い。3、2、1。エキサイティングワールド。これで俺は体が引き締まった。これで怖い動画余裕です。あめぐめよ、どっからでもかかってこいよ。あもううざい、寒い、うざい、コリアンだ。いやいやいや、あなんかおった、なんかおったよ。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。